T129 アタック T129 アタック T129 は、イタリアのアグスタウエストランド社が開発した A129 マングスタを、ターキッシュエアロスペースインダストリーズ社が、トルコ陸軍向けに、ライセンス生産した攻撃ヘリコプター。本機は昼夜を問わず、高温、高地での先進的な攻撃と偵察を目的として、設計された。アタックの計画は、トルコ軍の攻撃と、 戦術偵察ヘリコプターの要求に応じるために開始された。T129 はトルコで開発された高度なアビオニクスと機体の改良と兵器システムを改良型のエンジン、減速機と回転翼を備えたアグスタウェストランド A129 の機体に搭載した結果である。アタック計画はトルコ軍の攻撃と戦術偵察のヘリコプターの要求に応じるために 開始されたトルコは2007年3月30日にアグスタウェストランド社と共同で A129 マングスタを原型として51機を開発することを決定した。タイで T129 として最終的に組み立てられると発表した。2007年9月7日に総額120億ドルドルの契約が調印された。2014年のファーンボロー国際航空省で 展示された T1290012009 年9月28日に T129 の初飛行がイタリアのベルジャーテにあるアグスタウェストランドの施設で実施された。2010年3月19日に最初の T129 の試作機の高地での浮上試験が実施された。浮上試験中 T129P1 はビブ回転翼を高度15000フィートで失った。 テストパイロットのキャセアリーは墜落前にどうにか回復動作を試み、乗員は深刻な負傷を逃れた2011年8月17日に、ティアはトルコ国内で最初に組み立てられた T129 の試作機である P6 の初飛行に成功したと報じた。T129 の採用国 T129 の三面図機種の 20mm 機関砲、スタブウィングのハードポイント出展。 アゴーシティストランド T129 データ、その他諸限性のオブソありがとうございます。